さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動にしません？そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。せやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだらここにしよう。いいですか？わかった。じゃあ、明日の夕方、行動開始で。お元気ですか？
キリュウさん。ああ。じゃあ。うわ、超話題になってるよ、今日のコンサート。え？本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか、聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。あー、変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたの、はるか。大丈夫？あ、はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東上会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが兄弟が何者かによって占拠されたとの発表しました。どうしますか？コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。どういうことや？どうした？この男の大門、真島組の門や。何だと？え、どうなったんですか、これは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東上会を追い出すことにあったんだ。真島組と東上会を
追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。西島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が。ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。シナだ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ず遥ちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島くんが命がけで守ろうとしたこの町、それに東上会を守り抜いてください。お願いします。わかった。西島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。これだけ集まるもんだ。